レーザーと息子のマルティン・クネーザーも同じ数学者である。1898年に旧ロシア帝国のドルパートに誕生し、1916年に父が教授を務めるブロツワフ大学に入学。その後、1921年にゲッティングン大学においてダフィット・ヒルベルトの指導下で量子力学に関する論文を表し、博士号を得る。 1925年にグライス・フバルト大学の教授となり、1937年には中便ン,ン大学に移る。第二次世界大戦中はナチス党員となり、突撃隊の隊員にもなった。終戦末期の1944年、オーバーボルファッハ数学研究所の設立に協力し、 設立者にして、初代所長のビルヘルム・ジュースが1958年に死去した後、彼の公認として、翌1959年まで所長を務めた。また、1954年には、ドイツ数学会の会長だった。1973年、シュービンゲンにて75歳で死去。ありがとうございます。